宗席が見た物理学首くくりの力学から相対性理論までマイナスは科学史や小山啓太の新書である。夏目宗席の活躍した19世紀後半から20世紀初頭の半世紀は物理学の変革期で天才たちが排出した時代であった。寺田虎彦を友人に持ち科学に対する需要力を持つ宗席と物理学の関わりを交えながら 物理学の変革の歴史が描かれている。1991年に中高新書で刊行された三四郎に登場する光の放射圧を測定する実験装置序章は、漱石の17歳の時の学業成績表が紹介され、大数学と幾何学の成績の良かったことが示されることから始まる。19歳の漱石は学士を稼ぐために私塾で 気化学を教える経験をし、そのエピソードは、坊ちゃんの一場面となる。直接的に漱石が物理学の研究について、作品に登場させるのは、我が輩は猫であるに登場する、物理学者、水島寛月の首くくりの力学や、三四郎の中に描かれた、野々宮理学士の光線の圧力測定の話である。それらのネタの現著論文と、 テラダ・彦ラヒコの関わりとが紹介される。光の放射圧を測定するアーネスト・ニコルスとハルの実験を、漱石は実験の原理を理解し要領よく小説の中に取り込んだ。三四郎の中で、広田先生に、どうも物理学者は自然派じゃダメなようだね。から始まる一節が紹介され、物理学者は自然をあるがままに眺める自然派でなく、 普通の自然界においては見出せない状況を人為的に設定し、そこから法則を抽出するのが物理学であるという漱石の認識について述べられる。西洋の真似事に終始している日本の立場から自立した自己本位という立脚点に立つことによって独自の文学を開いた漱石のように日本の科学者も明治の後半には独自の研究を国際舞台で活躍するようになる。 紹介される他の文学者のエピソードとしては、宮沢賢治が原子、分子と岩手県と題して1600万倍すると、岩手県の東西の幅になる円の大きさと比較して、水素原子の大きさを1600万倍しても3センチメートルの円にしかならないことを示して、分子の小ささを示したことが、ラザフォードの産卵実験、長岡半太郎の土星型原子模型の紹介の中で、 紹介される。以上のような明治の文学者と物理学についてのエピソードを含めながら、ある意味で、牧歌的であった古典物理学の時代から、原子構造の解明や X 線などの放射線の発見、量子力学や相対性理論にまつわる科学者や科学士のエピソードが綴られる。ありがとうございます。